振るだけで打球速度が10キロも上がる。そんなバカなが実現してしまったギア。はい、師匠、本日は新しいギアのご紹介。以前キレダスという投げるギアを紹介したのもちろんご存知ですよね。脳楽器ではなくて投げることで体に身につけるギアがあった。今回はバット編です。じゃん、キレダスバット。だいぶ投げる方のイメージですよ、もうキレダスって。1個質問です、師匠に、はい、スイングにキレがないよねって。はい、どこを指してると思う？キレがない体。おうおう、体の動き。おうおうおう、バットスイングのスピード。おうおうおう、です。そうだよね。そうですよ。キレがないって体のキレがないだけじゃいいんだよね。体のキレがあったってバットがついてこなかったらもうこんなになるし、はいはい、逆にバットだけキレがあったってしょうがないっていう。もう生えて出ちゃう。キレを出すっていうのはもうあくまで持論ではあるんだけど、いろんな人たちのね、こう理論とかを聞きながらもう感じると、体とバットがやっぱ一体化しないと無意味。うん、スイングのその理屈とかいろんなものを含めて、はい、これ振ってください。もう本当もう振ってください。信じてないですよ、正直。というわけで疑ってやまないライパチなんですが、実はあのオリックスバファローズの吉田正尚選手もキャンプに導入しているギア。このバット非常にいびつな形状をしているんですが、バットの先端が極端に重く感じられる形状のトレーニングバット。通常自分の使用しているバットと同じくらいの重さ長さだそうです。円運動を最大化した力の伝わるスイングが身につくんだとか。全くそのトレーニングバットというよりも通常のバットとして打ち込んでください。おう、それで体に染み込ませた感覚を通常のバットを持って同じように振ってください。あ、もう単純明快なんです。これをすることによってスイングスピードが速くなったり、もちろん飛距離が伸びます。そして、いいイメージで最大距離出ます。ラインにも乗ります。全部ネット調べです。試そうと。いやー、そうですね、まあ、試さないと分かんないですね。そういうこと。あ、通常のね、こういうあのトレーニングバットというか軽いバットで振ってみて、まあ、あのキレを、いわゆるキレを出すっていう、はい、重いバットよりも軽いバットでキレを出すっていう、はい、一緒にはならないでしょう。まあ、軽いバットとかノックバットとかそういうのは普通のバットとバランス違いますもんね。うん、一緒だと大変だよ、これ。そうですね。よっしゃ、はい、通常の行きます。普通、はい、はいはいはい、こうね、こういう形のスイングですね。はい、はい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 、いい感じですよ、ライナー系の、で、続いては切り出すバット。黒は結構重いわ。850で鬼先端にあるから、じゃあちょっとこれなんか練習法があるらしく。そう、実はこれホームページに書いてあったんですが、切れ出すバットのハウトゥーとして、まあ普通のティーバッティングをするのもいいんですが、斜め前、そして真横、また真後ろ、そして高め、真ん中、低めなどのいろんな箇所から打つことが効果的だそうです。もちろんロングティーも効果的。ちなみに打つときにはこのオレンジの部分で捉えるのがとても重要なんだとか。はいはいはい、捉えました。ほら、捉えた捉えた捉えました。ああ、芯です。うん、捉えてる。おお、あ、でもこれ難しいね。むずいっすね。出す。はい、行きます。高めと、はい、高め。あっ、むずい。ちょっと外してますね。そういうことなんだね。自分では捉えてるつもりでも出てきてないから外すんだ。ここのギャップを埋めていく。なるほど。ああ、むずい。捉えんのすごく難しい。はい、うん、ポンとね。あ、捉えました。ああ、おお、飛んでますね。そして、はい、いよいよ変わりますかね。通常のバットに持ち替えて、変わらなかったら困りますよ。そうですね、困ります。切れ出すバットの感覚そのままに通常のバットに持ち替えて振る徳さん。実はこの時全く知る由もなかった驚くべき変化が起こる。
あ、走る走る。あ、走る走る走るよ。待って、あ、これね、あ、ちょっと嘘っぽくね、嘘っぽく見えるよね。そうですね。走ったよね今ね。早かったスイングは。左がビフォー、右がアフター。スイングを見ていくと、トップの位置から体から離れることなく、バットがそのままボールに対して素直に出てきている印象。なので振った時に非常に振り抜きを感じ、インパクトでの捉えた感じも非常に大きかった。やはや不思議なバットである。円運動なんだけど巻きついてくる感じがありました。バットがもうこう、バットがもう体の一部、打ちたいと思ったその回転に対してこれが入ってくる。それがちょっとこう外されても、確かにバットは出てきてます。これ不思議、なんだろう、置いてかれないね、バットが。こういった形のその、おい、軽打ですけどね。本当ですか。ちなみにこの現場では打球計測ができなかったため、場所を変えて外苑前ジムにて計測を行ったところ、ご覧の通り最大10キロ以上、平均しても約5キロから6キロは打球速度が上がりました。これ信じられない事実。さあ疑心暗鬼なライパチも体感してみることに。あれ、どうした。あ、なるほど、あのこうなりづらいかもしれないですね。そう、これ振った後、そう、普通のバット振った時に、そう置いてけぼりされないでしょ。されなくなる。だから自分が打つって言って、はいこー、はい、打ったでしょ。打った。だからこの打つはいこーってなる。バット出てきてる。出てくる。そうだね、出てくる。間違ってないね、言わされてないね。いや、出てくる感じはあるな、確かに。打とう、すぐ打とう。あ、いいライナー、はい、チュンって出ます。チュンって出ます。おーい、待った。いいの足です。待った。思ったよりバッと出てきてくれる感じしますよ。いや、見ててわかるもんね。出てきてくれる。バッと出てこないなーって人はいいかもしれないです。前の投げるキレダスも投げてるうちに勝手にいい投げ方になる。いい投げ方だとあれが良くなって。だこれも多分一緒です。振っていけば勝手にいいスイングになっていくんじゃないかと。まさに。前回のボールで言うと、さらにはこう切り出すのボールでピューって相手に向かって投げれたとするじゃん。普通のボールで投げた時にパーンって抜けるってやったじゃん。あっただから多分このバッティングの時は一旦タイミングが前に出されるんだよ、でもそれでいいはずなんだ、多分。 それでいいんだよ、もう切り出ちゃってるから。自分が思ってるよりも切り出ちゃってるから前に出される。だからこっから微調整してバーンと行くっていうね、でそういうことでいいね。今のはもうネット書いてなかった。書いてない。やった感想。いいね、それで。面白いですよ。面白い。これは面白い。興味のある方は切れ出すバットぜひチェック。